皆さんこんにちは、こんばんは。テルマルのマレです。今回はスリーピーとダイソーさんで購入してきたものを紹介していこうと思います。それではスタート。前回テルちゃんとスリーピーとダイソーさんが一つになっている店舗に買い物に行ってきたので、そちらで購入してきたものたちを紹介していきたいと思います。ではまずスリーピーで購入してきたものを紹介します。まず一つ目はこちらのペットボトルホルダー、紫色を購入してきました。こちらは税込み330円の商品になります。今持っているペットボトルホルダーが水滴だけを防止するもので、保冷機能がなかったので、中にアルミがしっかりついてるペットボトルホルダーを購入してきました。これが確か3色ぐらいあってすごく悩んだんですけど、ニーニーも10時も使えるように紫色にしてみました。これからの季節暑くなってペットボトルを常に持ち歩くので使おうと思って購入してきました。では次はこちらのストックバッグ40枚入りです。こちらも税込み330円の商品でした。今回小物とか細々したものを入れたくて、私の大好きなイチゴ柄すごく可愛くて購入してきました。次はハードケースホワイト、こちらも330円商品です。ガジェット系のものを入れようかなと思って購入してきました。ケースがしっかりしていて厚みも結構あるので、イヤホンだったりバッテリーだったりいろいろ使えるかなと思います。スリーピーさんの最後の商品はアクセサリートレーセット、こちらも330円商品です。ポーチにいる時に使ってもいいかなと思うんですけど、私はこれを旅行で持っていこうかなと思って購入してきました。目薬だったり時計だったり、ちょっと細々したものをホテルの中でいろんなとこに置くと散らばっちゃうので、このね一箇所にまとめて忘れ物をなくそうということで、これだとかさばらないしすごくいいかなと思って購入してきました。はスリーピーの商品は以上になります。続いてはダイソーさんで購入してきたものを紹介していきます。まず一つ目はテープカッター台、前使ってたテープカッターの台が壊れちゃったので今回こちらを購入してきました。重くてしっかりしてそうなので、これからこちらを使っていきたいと思います。続いてはフィルター汚れスッキリスポンジを購入してきました。今回は網戸を掃除したくてこちらを購入してきました。水だけですっきり汚れが落ちるみたいなので使ってみたいと思います。続いてはコップボトル洗いのスポンジです。これは我が家ではいつも愛用しているもので、水筒を洗う時にこちらを使っています。今使っているものがちょっと汚れてきたのでこちらを購入してきました。続いてはチャック付き収納パック B8 サイズ、これは結構いろんなところで使えるので購入してきました。続いてこちらの硬質カードケース A7 サイズ、こちらは3枚入りで防災ポーチの中に住所なんかを書いたメモ用紙を入れるようで購入してきました。次は反射ワンタッチバンド、これは2個セットになっているものです。これも防災ポーチにつけたくて購入してきました。次はこちらのショルダーバッグ、税込み220円の商品になります。私の妹が使っていて、そこも結構マチがあるのでたくさん入るんですけど、私は今回こちらを防災ポーチにしたくて購入してきました。でこれにつけようかなと思っているこちらのストラップ、でもこれが耐荷重が 600g で耐えれないかなと思って、他のものに使うと思います。耐荷重見てくるの忘れちゃって、いろんなとこで使えそうなので、これはキャンプ用品のところにありました。で最後スクーンっていう商品なんですけど、お買い物した最後にレジの横にあってすごくいいなと思って買っちゃいました。カップ麺の小さい具材、ネギだったりを取ったりできるというものです。結構ね子供たちがネギが嫌だの言ったりする時にすごくいいなと思って、でこちら食洗機も対応しているのですごくおすすめです。ダイソーの商品も以上になります。
ということで、今回はスリーピーとダイソーさんの購入品を紹介してみました。少し遡るとミニとかジュージュー、あとはピョンちゃんとテルちゃんのダイソーでの購入品の動画も上がってますので、よかったらそちらも見ていただけると嬉しいです。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。